さあ撮影スタートです。本日は4月の9日です。こちら難波ですね。ウィンズ前に来ております。で今こちら初めて見かけたんですが、難波オクラ、難波新川とのことですね。まあ、あの幕府の米蔵があったとのことです。これではい、左にパン振ったらここにウィンズがあります。ウィンズナンバーですね。で左側がこちらがナンバーパークス。ちょっと軽く街ブラを、ネタがないんで街ブラしますわ。あとね、今回もこれはジンバルと、ピンマイクのテストも兼ねております。ちゃんとね、横断歩道をね渡りましょう。でこっちの方角が日本橋電気街ですね。はい、じゃあこちらの方でちゃんと音は入ってるのかな。結構ね、今日若干風が強くて、モフモフのですね風貌を胸元にピンマイクでつけて今実験しております。これね、ほんとまん延防止マンボウが発令中の大阪難波でございます。まあ平日ということもありまして、まあ人はね、まあ少ない方だと思いますね。これでも多く映るのかもしれませんけど、これはナンバーパークス。ちなみにこっちがですね、ウィンズですね。先ほど の競馬の馬券を買えるところですね。でナンバーパークス、この指先の方向、こちらでございます。でじゃあナンバー駅の方に行きましょうか。やっぱりジンバルはね、本当何が素晴らしいって水平に撮れることなんですよね。あ、何回何倍機、はい、ここですね。でブナガ書店が左側にございますね。もう本当に本当にね、イベントとかないじゃないですか。ネタはないんですよね、全然なくて。だからもう各マスコミもですね、 YouTuber の くだらねえ宣伝ばっかりやってるわけですよ、ここ最近。まあトースポさんとかね、もう YouTuber ばっかりじゃないですか、記事読むと。本当ね、それほどネタがないという感じなんですよね。まあちょっと難波の街並みを軽く見てください。これが昼間のマンボウ中の大阪難波でございます。これね、右側で来るでしょ、こうやって。これね、大阪ね、これ右側普通にこうやって来るんですよ、こうやって。危ないでしょ、本当に。関東の人は本当に気をつけた方がいいですよ。普通に右側でバーンとね、自転車とかで突っ込んできますからね。でこちらが地下鉄の難波の入り口ですね。ちょっとあっちの方まで行っちゃいましょうかね。あっちと言っても分かんないですね。道頓堀の方ですか。ちょっと道頓堀まで行きたくないんですよね。まあ、またの次の機会にということで、道頓堀は。でこっちがよく見る高島屋前ですよね。難波高島屋前。これが難波高島屋前ですね。
閑散としてるかな。時間がだいたい今3時20分ぐらいですか。やっぱ少ないですね。あ、渡りたかったけど渡れない、クソ。やっぱり少ないですね、人は。どれほど少ないか、ちょっと高台からこんな感じですね、人の少なさは。こういう感じでございます。じゃあちょっと渡りましょうかね。いいよ。すごくないですか、これ。公衆電話機あるんですよ、普通に。まだ公衆電話機、こっちにも公衆電話機がまだあるんですよ。普通に公衆電話機、これちゃんと機能してるんですかね、これ。公衆電話機が普通にございます。で、なんか知らんけど上から入れるというね、コインを。いたずら防止のためだと思いますが、こんな感じですね。ちゃんとうまく取れてるんでしょうか、これ、音とか。さあ、これが今現在のナンバーですね。やっぱちょっと閑散としてますね。ちょっと車が多いんですけど、ね、ナンバーですね。こんな感じでございます。じゃあ左の方を振って、こっちが、やっぱり昔ね、もっと道ゴミゴミしてたんですけどね。あれ懐かしい車ですね、この黄色いの。これはもう本当にシーラカンス並みの懐かしさですね、あの車。でずっとこっちの直進がもう御堂筋ですね。やっぱジンバル楽でいいね、楽。本当に何が楽って、水平がちゃんと保ってくれることが、もうこれが最大級の腕ですわ。けどここ最近 GoPro とかも水平維持機能がもうついちゃってるんで、もうジンバルいらずという感じで非常に欲しいんですよね。さあ、ここが商店街ですね。ちょっと渡っちゃった。こんな感じです。左にパン振りました。これが何倍でですね、右にパン振った。そしたらこちら北の方、道頓堀の方ですね。これやっぱりちょっとね、慣れるまでがジンバル結構大変なんで、ちょっとぎこちないカメラワークあると思いますけども、ご容赦ください。あ、ちょっと音楽入ると調子ですね。ちょっとさあ、こんな感じで、さあ、ここが近鉄の難波駅ですね。まあ、とりあえずひとまずこんな感じで、ね、ちょっと地下の方まで行っちゃいましょうか。もうこうなったら地下探索。ああ、このね、階段今ね、ジンバルで降りてる感じが、段差がどのようにうまく取れてるかな。
ここら辺になるとやっぱりちょっと大阪なんば駅、こっちが阪神近鉄で、こっちがこのような感じで、国土交通省から新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。結構人多いっすね。新型コロナウイルス感染症対策の観点から車内、駅構内でのマスクの着用、会話は控えめにすることへのご協力をお願いいたします。また車内の混雑緩和のため、テレワークや時差出勤などへのご協力をお願いいたします。まあ、ちなみにね、こんなこと言っても守ってるやつほとんどいませんからね。本当にたまにマスクつけてないバカ結構見かけます。はい、それでは現場から以上となります。また気が向いたらリポートさせていただきます。それではごきげんよう、さよなら。